こんにちは、荒獅子男之助です。今日は五代目古今亭志ん生師匠で唐茄子屋正談です。以前金馬師匠の唐茄子屋正談をアップしたことがあるんでね、聞いたことありますよ。私が聞いたことのある演目って結構珍しいですよね実はこの志ん生師匠の唐茄子屋正談を探してますって方がいらっしゃって、ないですかってコメントをいただいたんですよ。で、探したら私持ってまして、ただその人の探しているバージョンと同じかどうか分かんないんですよね。ずっと探していらしたそうなんでね、同じでありますようにってことで祈りながら楽しみましょう。私は喋るときに物の順というものをどうも考えません。出たとこ勝負で喋りますので、考えてみると不思議だと自分で思ってますな。だからこう何かお客様に申し上げているうちにいろんなことを考えてきて、今夜は何で飯を食おうかことなど考えたりなんかする。どうもしょうがない、何しろ、笑うということは大変お体の薬でございまして、笑うお方はどうも若く見えるということ。私の知ってるご婦人で婦人さんになるお方で、ちょいと見ると32歳にしか。どうしてあなたそんなにお若いんですと伺うと、私が夜分休みますときに、面白いことを聞いたり見たりして休むので、こんなに歳が若く見えますと言ったってことを、この間新聞にまだ出てませんけれども、お笑いになるということはよろしいもんでございます。話は、一番花は小話といって、ごく短いのが花で、それからだんだんと一石の話にまとまった。で、小話というものは、なんか、そうあるもんですな。なあ、おい、カニってやつはなんだな、横にはうんだけども、このカニは縦にはってんな、あったらカニが少し酔ってますから、なんていうのは、なんだか小話でも、とても、味のあるもんでございました。昔は、どこの橋にも橋板というものがいて、この橋から間違いがあると橋板の責任になっておりまして、これ、どうしてこういうように見慣れがあるか、その方がそう言ってわかるのか、どうも、愛しませんってんで、上役に脅かされて、その晩橋板がこう見てるってと、一人バラバラバラって駆け出してて、段階に捕まって飛び込もうってやつを後ろから捕まえて、てめえだろお前ばっから身を投げやがんなって。まあ、その自分の話でございます。で、こんなのからだんだんと、リンゴを上げて、八仙を二本取りましたですな。で、二本橋を渡さなかった。夜遅くなって、チラシ紙の女の人が駆け出してって、パーッと八仙を置いて、渡ってから見ると一文置かないから、一文足りないよって言ったら、あたしは真ん中までだよと言って、こういうのは不思議ですね。向こうまで行かねえんだら半分だというようなことになる。どうも、昔のことを考えると、不思議でございました。昔はってえと、アスベバと言っても、上中下と分かれておりまして、若いうちは一度はこれはもう迷うもんですね。で、迷ってそうしてしまったのが役に立つんであります。
迷いっぱなしじゃいけないけれども、いいところの若旦那でも何でもそうですな。向こうに何か言われるってと、そいつを本当に思ってしまう。形勢の恋は誠の恋ならで、金が本の恋なり。金持ってこいって恋なり。ね。私はね、骨がなきゃお前さんと一緒になったよ、なんて言われるとね。どうも俺骨があっていけねえな。生子が羨ましいなんて。今日、いいでしょ？ずっといても。言われて、うちいいわよ。主が感動なんだ、さ、じゃあ、私引き受けるわよ。うん。で、どっかこれ近所にね、ちょっと、大人うちを何して、お前はそこ入れといてさ、ね？って思って、お前さん、うんとじゃあ私がたまに行くぐらいにしとくよ。ね？本当に、うなぎと卵の暴れ食いさせるよ。なんてなこと言われるね。そういうこと言われることは何かに感じてくるんでございます。裏里という書物にある通り、きっとこうなってくるに違いないです。親類が大勢寄り合っちゃって。どうすんだ、お前は。え？こんな行いをしといて、それでいいと思うのか。え？世間が承知しませんよ。これだけの店のうちの一人息子が。え？これだけに親類がやってんだから、お前がはっきり言いな。ね？これから心を入れ替えて、うちできちんとして働くか。ああいうところに出入りをしないってことはっきり言いな。言わなきゃ親父だったんだと、感動するってんだから。どうすんだい？え？どうすんの？じゃあなんですか？そうなると私感動なんですか？え？しょうがありませんね。感動になっても。ええ。感動になったって向こうの方じゃちゃんと私の体を引き受けてるんですからね。大丈夫ですよ。どうかしないの？じゃあさよなら。あんた手前の位置を。バッて飛び出して。感動になっちゃったよ。え？今度お前と指示入るぜ。そうねえ。ああ、都合がいいわね、と口じゃ言ってるけれども、さあ、というようなことでした。三日ぐらいは黙っておいておくけども、四日目ぐらいになって、お茶屋からちょいっと来てください。行ってみるってと。おいらんはね、若旦那にはもう死ぬほど惚れてんだけども、何しろご主人がやかましいからね、そういうわけにいかないんだよ。うん。ね。だから、まあよく考えてみて、わからんな。一旦お詫びなさいよ、おうち。ね。そしてお詫びをして、そして、今度は、関東が入れて、そしたら、またいらっしゃい。いいでしょ？この言葉が一番親切でしょ。何が親切なやつだろう。お詫びが済んだらまたおいでっていうやつ。え？まあ、どうぞってんで。だって一杯飲まされて、ポンとそこを出てしまう。普段目かけてる太鼓持ちのとこになるんだけど、どうよ若旦那大将若旦那こんちはこれからどこ行くのえうん。えなにコントになっちゃった。ああ、そうなんですな、どうも。私のとこいらっしゃいよ。100年でも200年でもいらっしゃいなんてなこと言って、ここに3日か4日もいるって言うと、どうも田舎から追いのやつがやってきますってね。若旦那すいませんがどっか行って、ね、またここ出ちゃう。また向こう行く。また行けない。あっち行き、こっち行き、あっち行き、こっち行き、来ているうちに、お閻魔様の診断じゃないね。行くとこがなくなっちゃう。しょうがないから、親類のところへ仕方がなくて、入った足を入れるってと、何しろもう、湯にも入らなきゃ、もう来たものは、しまめがわからなくなってしまった。死に照らされ。からもう夜は黒く目は黒くして履いている草履は擦り切れちゃった腹は減って口が引けないようになっちゃったおばさんこんにちは誰だいああどこかいえああうち入っちゃいけないよお前は感動になっちゃったんじゃないかねお前をうち入れるって言うとお前のお父さんから私って恨まれんだからああ、ダメダメ。早くおいで。うん。ああ、特の奴が言ってももう、結び一つ食べさせちゃいけないって言われたら、早くおいでよ。行かないかいそこに。ぐずぐずしてんのかい。水ぶっかけるぞ。猫だと思ってやるでしょ。
また向こう行ってもいけない、ここ行って。どうにもしょうがない。水ばかり飲んだり。夜は寝とかないから、どっからお堂の下かなんかに寝るような具合。歩いてたって満足に歩けない。ざーっといい、ひどい夕立ちであり。濡れたって構わねえ。濡れたから帰って綺麗になるってんで、平気ですな、ような顔。吾妻橋に来たときには、雨が上がって、星が出てきて。これから行く先はどこもありゃしね。そう水ばかり飲んでいたって腹ばかりダブダブしちゃって。こんな面白くない人のこと死んじまった方がいいや。お父ちゃん、お母さん、私は、親子をして先へ行きます。許してください。段階に捕まって飛び込むぞ、ああ、ああ、ああ、死ぬ、死ぬ、死ぬ、いやいや、いやいや、生きてられん。あんた、お待ちなさい、お待ちなさい。あんた、若い人はそんなことして、まあ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 、お待ちなさい、お待ちなさい。生きていられん、まあまあ、まあ、お待ち。どうぞ、思いとくじゃねえか。あ、おじさん、おめえか？おめえは止めんじゃなかったの。飛ぶんじゃよ。あ、飛び込むや。助けっす。今飛び込むって、助けっす。なんだよ、おめえは。え？おい。うちを出るときに随分短歌来て、えばって出ていったな。え？どうだい？目が覚めました。もうどんなことでしょうか。おめえのな、親父から言われてんだ。決して面倒見ちゃいけねえと。親類だったなんておめえのことは、嬉しやしめえ。だけども、死ぬということは嘘じゃねえよな。え？よし。俺は一遍、うちに連れてってやる。おじさんのところと思って、辛抱して何でもやるか。何でもやる。できることはもうなんだ。できないことはやりません。目でエンド豆構えなんて、そりゃいけないです。いい、なんで、さっきな。え？おい、今帰ってきた。あら、遅いじゃないかね。遅いじゃねえかったって。あずま橋、死ぬ間にしちゃって。何しろ、取れちゃって。人間しろったの？誰がおことしてったんだ。おことしてったんじゃねえ。こっち上がんな。足払ったら、とこい。とくの野郎だ。え？とく？どうした？え？あずま橋か、飛び込むんですよ。お前さん、まあ、どうしたんだい？すいません。お前はね、あそこの一人息子だよ。相手の財産の、あの、え？お前にもしものことがあったら、あそこのうち誰が継ぐんだい？お前のことで親類の者が心配してんのわかんないのか？え？ゆべだってこのおじさんなんだ、お前のために寝やしなや。余計なこと言いたいから、ばば。誰が俺こっちに持って寝ねえよ。そんなこといいんじゃない。こんなものはどうだっていいんだよ。助けたから仕方なくついてきたんじゃねえか。何言ってやるんだよ、本当に。おばさんの言うことはうるさいぞ。え？俺にとってどんなこともするんだぞ。いいか。何よ？腹が減って口が引けねえ。腹が減ってやる。飯を壊したらな。あ、じゃあね。今ちょっと魚やって魚見てくるから。何をすんだよ。え？魚って飯を食わせる？こいつは今、川へ飛び込んで魚に食われようってとこだったり。それ食うやつがあるかい。何を言ってやる。たくあんの尻尾かなんか刻んときな。どうだ？腹張ったか？何を？眠くなってきた？腹が張りゃ目の皮がたるむの決まってら。じゃねえな、今夜。いかちねえな。布団があるんだろ？あ、布団あるけどもね。あのね、蚊帳なんていいよ。蚊帳なんていいんだよ。あんなバカ蚊は食やしねえよ。蚊食や蚊バカになっちゃうから食やしねえよ。砂糖袋でバリかそいつかぶって寝てろ。煮から出たサビ若旦那も仕方がない。
3日も4日も食わずに歩いていたとこおじさんに連れられてきて、ご飯を食べてひっくり返ったんだから死んだようになって寝ちまった。どうした野郎は、また寝てんのか、起こせ起こせ、おいおい飛びや、起きんだ起きんだ、何してたんだよ、もうおじさんなんてもう一回り待ってきちゃったぞ。え、さあ、おいで、落ち着き変わったら、すぐに飯食いな。お膳出してっちゃうな。今、おつけなんていらねえんだよ。たくあんでいいんだよ。あいつ、おつけで飯を食うやろうじゃねえよ。おつけで変わらないやつだよ。そこで飯を食って、売っちゃってくれ、売っちゃってくれ。いいんだ、いいんだ。あのな、戸棚開けるって言うとね、つづらがあるだろ。つづらの下の方にな、俺が須崎の時に来たな、反転があるだろ。反転だしな。うん。それからな、何も、桃式だしな。思って歩くんだ。それから、もう石段とか破けてる。涼しくていいや、そのほうが。旅、なんでもいいよ、旅でさ、あれは。白とこと片っぽ、しょうがねえな。いいや、片っぽってでもいいや、かって彩りがよくて。それから、裏の一軸の大きな、で、俺が大山へかぶってた傘があったろ。あっちを出しな。それから、弁当こしらってな。なんでもいいんだ。真ん中に麺棒一つ入れてから、それでたくさんだな。ご苦労様、ゆうべ親方に話してきました。あ、次はその2から、そっくり買ってきますよ。ああ、そう。値段も分かっておきます。はい。よろしく、よろしく言ってください。飯送ったか一つ着替えちゃえ。着替えちゃったらちょっとこっち来い。なんでしょう。おめえなんだな。何でも俺の言うこと聞くったな。へっ。おめえ今日から飽きないすんだぞ。へっ。今日から飽きないすんだよ。飽きない。何を言うんです？トーナスするんだ。トーナス。店ですか？店じゃねえ。あそこに荷があるから。あいつ担いで歩くんだ。え？あれは近づく。おじさん、それかっぺいしつくさ、お方のことは何でもやりますけど、トーナス、どうも。やだ。わからんな、トーナスってなに。みっともないし。いとなし、嫌か。嫌ならよせ。よせよせ。そして汚い気持ちで出てけ。また頭しか飛ぶんじゃい。てなんだ、他にいるやつじゃねえ。早く飛ぶきな。見ようなきゃいけないよ。おめえらは厄介者なんだ。早く飛ぶんじゃい。売りますよ。売りますって。当たり前だよ、売るな。なんだ？どんなすんな、みっともねえ。しゃれたこと言うな。あ？何をみっともねえんだ。な、かたいトーナス屋でございっと飽きないをしていりゃ立派な飽きんどだ。てめえなんざ親の銭なんざ使い込むから、感動だ、ちょうちんだって言われるんだよ。人間はな、てめえで稼いで、てめえで使え、誰もなんとも言わねえんだ。俺はおめえの親父みたいなな、堅苦しいことは言わねえんだ。あ？自分が稼いで貯めた銭で、おじさんたまに吉原行きたいんですけど、どうでしょうって言えば、俺も一緒に行ってやろう。ああ、そうですか。じゃあ今夜。今夜じゃねえや、この野郎。おめえが一生懸命になってか残した後のこと言うんだ。え？じゃあ、なんで見からその荷を担いでるな。え？うん。ああ、ダメだ。それじゃ担げやいいんだよ。そんなこと担げねえ。え？いや、肩で担ごうと思うからいけねえんだよ。肩で担ごうと思わねえで。腰で担ぐんだ、腰で。腰天秤当てがってやな、バカ。呼吸で担ぐんだよ。ああ、どいとろよ、また。しかもね、よく見、え？こうやってよ。いいか、腰の呼吸で担ぐんだよ。よく見たこうやってよ。飲んでくるんですよ。よっふおばさんなぜ笑ってんだ、おめえ。手目の手品恥をかいて、喜んでやる。言ってやる、こんなの担げないこと。いいよーっと。なあ、後ろだけだって持ち上がるんだろう。後ろでおばさんが持ち上げてんの。よせよ、すいじゃ。こいつは少し肩行くんな。少し下ろしてみな。あ、そんなもんでいいや。ベッド乗っけとけ。せっかくそういうとこがな、出てってどっかへ腰掛けて、茶屋なんだって弁当食うんじゃねえぞ。トーナスを売ったところ行ってすいませんけど、台所のところで食べさせてくださいって言ってな。え？番茶でも水でももらってそこで食うんだ。わかったな。いいか？担いでみな。お
うさんくたびれて帰りたくてって帰ってきちゃダメだぞ。たとえいくつでも売らなきゃ。いいか。わかったな。あ、違う。ああ、ちょっと、ちょっと、夏江さん。こっちへ行ってきちゃダメだよ。路地で攻めんだから。今こっちが出ていくんだから。え、肩が交わせねえんだよ。初めて飽きないすんだからな。うん。どっちやんない。あと、出てくれ。ああ、すまない、すまない。うん。おい、豆屋また入ってきたと。ダメだってんだよ。いいか？大丈夫か？いいな？これもいいじゃねえぞ。たとえいくつでも持ってこい。山の家で育った若旦那、初めてこのトーナス。天秤しがみついてあんなふら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 と出ていくとね、今はあんまりありますが、昔はよく豆屋なんていう、ほぼ看板がぶるさんすよ。その看板に傘をパーンとぶつけると、網棚にして、これを直すってことができる。と、ただ、本庄のだるま横丁を出て、あれから吾妻橋から、田原町にかかってきたときには、炎天燃えるような暑さの中を、これにしがみついて、売るとこじゃ、ただふら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 、はい。ちょいとなんかにつまずくってえと、向こうに荷を放り出してつんのめて、あれ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 、あ、人殺し。だから人殺しした。おめえか？え？相手は誰だ？相手、トーナス。トーナスな人殺してねえんだね。え？ああ、通報しちゃったら、まあ。ああ、こっちお前が売るのかい？かちゃ無理だな。え？どうしたんだ？うん。道楽して感動されちゃって、おじさんのうちにいて、今日初めてトーナスするの。ああ、無理だね。え？いや、人間ってやつはこれからだ。え？足は買ってあげますよ。うん。いつまで買おう。うん、いくわ。うん、うん。うん、大変分かったら、しもん。うん。椅子張りもらう。ええ。このとこ誰か知ってるやつは取るから、今訴えますから。あーっと！そっち行かねえで、こっち来てくれ、クマ！なんだなんだ、トーナス買ってくんねえか。なんだ、ようになったのか。ようになったんじゃねえよ、お前。この人倒れちゃったんだ、これ。道楽来たんだってよ。結果、お前、トーナス今日初めて出たんだ。こいつは返そうじゃねえかな。え？誰だって覚えがあるんだ。三つでもあっても買ってってくれ。え？三つ持ってくれ。すまん。うん、また今度おめえときに何かするからな。うん。ああ、ちょっと、立った。どうですか、作んねえか。え、気の毒なんだよ。うん。な、俺に買おうと思って買ってくんねえ。え、いつも出てくる。ありがてえな、どうも。ジローさん、ジローさん、ジローさん。どうですか、作れ。え、すまねえけど。え、見積もってくる。たーっと。来なーい！どうですか、作れ。え、俺に買おうと思ってくれ。え、うん。ね、あ、ありがとう。すまねえ、すまねえ。な、みんな、え、ちょっとおばあさんから、ちょっとどうぞ持ってってくれ。え、あ、ありがてえな。どん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 売れちゃいじゃねえかな。え、じゃあ、おう！あ、ハンさん、ハンさん、ハンさん。なんで、トーナスが手ねえか。トーナスどうすんだい。おめえに買ってくれてんだよ。おめえ、何か、トーナス売りになったのかい。そうじゃねえよ。この人は、倒れちゃったんだよ。いいじゃねえか、倒れてる。倒れしてきゃ。なんて言うねえ。返すじゃねえか。ドラッグした結果こんなになっちゃったんだ。買ってやってくんねえな、トーナス。トーナスはごめんだ。ああ、俺、片身買ってくるってやな、塩いたって買うよ。トーナスは俺嫌だよ。ガチャじゃねえからな。はい、買わねえよ。綺麗なもの。トーナス綺麗か？そうか。じゃあ買ってもらわねえよ。なあ。おめえなんだな、3年ばかり前に親方のとこ引き入れて俺のとこ2階に居候してたことがあったな。変な風じゃねえか。その時、2階で持ってってね、ひっくり返りやって、壁のところ足を立てかけやって、それが歌を歌ってさ。あ、うちの蚊が、トーナスの阿部か、こしらえてたら、ハンさん、トーナスの阿部か、できました。お出身が食べますかって言ったら、ありがとうございますって言うやん。いや、ダダダダンって落ちちゃうんで。トーナスの阿部が肘動きで食いやったら、おい、人が見ているね。そんなこと言えない、本当に。かやいいんだろう、かや。てめえこんなとこに行ったらてか、こっちは3年前の居候まで言われたら、と言う。なんで言うと言うの。じゃあにやれ。トーナスいらねえ。おうおう。おい。この人もらないじゃねえよ。飽きんとだよ。肩へ来るから持ってつくって言う。全然、なんでトーナス持ってかねえんだよ。持ってくよ。じゃあ持ってけ。
早く持ってけってんだよ、照明。持ちくそなんて大きいのよってやる。やめやる。こんな安らない、こんにちは、この。でけ、照明。で、見てて、死んじまえ、この。あ、でもにゃ。ふっ。二つ残りましたが、どうでしょう。ふっ。二つぐらいは大丈夫です。当たり前で、二つ持ってなきゃしゃあねえね。ああさあ、ほんとジェニアの、おいでなさい。え財布入れて、うん。まあ、しょうがないから働くんですな。えうん。辛抱しない。また、こっちに来たら、俺ない、足で買いますからね。え、ありがとうございます。明日の夜前自分また倒れたら、そんな倒れてない。残った二つのトーナスを担いで。ああ。どうもすいません。おやすみません。どうしてはね。どうなることかと思った。売れるわけがねえ、なんとも言わねえでありしたならね。二つ残ってんの、これ売って帰っちゃうかな。一つも残らないで帰ったら、おじさん、喜ぶわ。稽古しながら。トーナスでござい。そうやねえな。もっと大きな声。トーナスでござい。取れてんよって言う。大きな声出しやんないさ。あのくらいの声出さなしだめだな。これも大きな声出したかな。あ、向こうは人が来た。人が来ちゃダメ。こんな。あ、また向こうは人が来た。ダメだね。どうも。どうしたんだろう。人のいないとこで大きな声出さなきゃな。みんないなくなっちゃったから。トーナス！あ、うるせえな、もう。これ怒られてて、うざってろよ。これダメだから。どっか他行こう。人のいないとこが稽古するんじゃね。ここはどこだ？ここは田んぼだ。田んぼなら人はいねえ。いたってカエルぐらいなもんだ。カエルがいたっていいんだよ。カエルがね、あいつあんなこと言っても大きな声出して、あんな野郎おかしい野郎だったって構える。カエルには付き合わねえんだ、こっちはな。トーナス屋でござい。って、これかえない。トーナス屋でござい。トーナス屋でござい。向こうに見えんな。あら、吉原だ。え？タレやらの国、菜の花や向こうに蝶の屋根が見え。こんなこと言ったんだな。ああいうの言ってると思い出したね。え？まだ去年の今頃だと、やっぱり暑い盛りで、まだ、遊んで朝帰ろうと思って、ザーッと雨が降って。わからな、こんな雨でも帰んの？こういうからね。いや、俺は今日居続けちゃおう。ああ、嬉しい。いや、トーナスや、トーナス。じゃあ、私お前さんの好きな、寄せ鍋、あたしがおごるよ。ほんとか？そうなの。差し向かいになって寄せ鍋を間へ挟んで二人で飲んだね。あら、ちょいと、下の先で白滝が結ばれたわよ。なんしてやんだな。トーナスや、トーナス。女はね、七人目の、長襦袢に伊達巻きの狭いやつは、ちょっと巻いて、上から、お召しに鹿の羽織を引っ掛けて、くの字なりになって、目の下がぽーっと桜色のやつね。わからんな。なんか歌いなさいよ。このまま三味線を。何歌おうか。何でもいいじゃないかね。いやね。何歌ったっけな、あの時は。そうだ。薄墨を歌ったな。え？薄墨の各玉ずさの思い。へえ。やったね。かりー泣き音
たる宵闇ってね、トーナスやトーナス月が三味線ハッと打ちやう。嘘だよ。本当にいい子だな、お前さんは。だから私、お前さんのこと忘れないんだよってやって食いつきやがったら、ほら、痛いって言って、トーナスやって。あんた、わけがわからん。そうして、その吉原田んぼで、売り乞いを稽古をして、西岸寺棚というところに出てきて、そこをトーナスやトーナスと来ると裏から出てきたのが年頃31人だ。顔は実に人品がいいけれども、着ている着物は実にひどかった。髪なんざいつ着てを入れたんだかわからないけど、赤ん坊をぶったまんま。トーナス屋さん、初めて売れるんだから、もう嬉しくてしょうがないんで、狭い路地を入っていくと、トーナス屋さん、ここにお彫刻が四文ございますよ。おトーナス一つ売っていただき、二つあるんですか？二つ負けときます。どうぞ、じゃあ二つなんです。四文で二つ、まあ、いいです、いいです。そこは誠にありすいませんけど、まだ私、弁当を食わないんでください。これちょっと食べさせていただきたいんで、水でも何でもよろしいんで。インドを煎じたような番茶のぬるいやつを出してくれ。ほどいて蓋を取って今弁当を食べようとすると、二枚折りの屏風のとこから出てきたのが、五つぐらいの男の。指をくわえて、お弁当をじーっと見て、あっちいらっしゃい。何です？ああ。ママ、おまんま食べて、ああ、これ。何です？おとなすに食べます。おまんま食べて、何です？ご先祖さん？お子さんがなんか、ご飯が食べたいなんて、どうしたんですか？いいえ。別にいたずらもしたいないんですが、この子には、昨日からまだご飯食べさせてない。うん。そうです。じゃあ、これを、まあ、お話さん、お腹が減ってるのは辛いもんです。覚えなんです、私は。まして子供しながら食べさせてやってください。私は、うちに帰って食べたいんですが、どうぞ食べさせてやってください。どういうわけで、お恥ずかしい話をいたしますが、私の夫というのは、元は、上等をたばさんだ武士でありますが、浪人をいたしましたために、今、旅や金土となっておりまして、月々のものを送ってくれますが、ここのとこ具合が悪いとめ、その送金がありませんので、私が内職しておりまして、どうやらやっておりましたが、風邪ひいてここ3日ばかり寝てしまったので、子供にまだ昨日からご飯っても食べさせてない。そうですか。大変ですね。子供を引き換えて。それじゃあ、ちょっと待ってください。それは大変だ。はい。トーナスを売った。いくらもないんですけど。これを失礼ですが、差し上げますか。
ごめんくさい。あ、いけません。かようなものを、八百屋さん、お返ししますってんだ。後から、こう、追っかけてきて、と、空の缶を担いたまんま、急いで駆け出して。お世話が来ました。え、なんだ？お、入ってきた。見に行っちゃったのか？ええ、やすまん。よくあるかな？なんだ？やっぱしおめえのな、親父がいけねえね。おめえ、これができるもんじゃねえな。うん、暑かったろ？どうしたい？ご飯食べ、ご飯、味を焼いて。味を焼いてやれてんだよ。腹が減ってんじゃねえか。暑いな、おめえ、秋のに作ってたんだ。そうか。よく過ぎてもなんだな。どうしたんだよ。なんだ？東橋渡って、田原町のとこでぶっ倒れた。気がしなかった？で、どっかの職人の人が、トーナスかつけてみんな売ってくれた。そりゃよかったな。二つ残ったのを売ってしまおうと思って、おめえが歩いてた。偉い。そこだよ。その女、早く味を焼いてやる。そこだ。な、人間ってものは、そういう話。そうか。いくらになった？売り上げこっちと出してくれ。売り上げはな。何よ？どうしたの？売り上げはないんです。売り上げはねえ。あ、じゃあ、おろせ。なんだい。品物売っちゃってこと、売り上げがないってどうしたんだ？西岸寺殿に来た時に、その裏から出てきたおかみさんが子供を抱えてて、旦那が元は武士だったんですが、浪人しちゃって旅が来るのだって。お金を振ってこないで内職してたら、家庭のために、内職もできなくなっちゃったんで、子供にご飯を食べさせていなかったんですね。私がお弁当食べようと思ったらご飯って言って、私もお腹が減った覚えがありますから、その、お弁当を子供に食べさせちゃった。お金がないって言うんですよ。あんまり気の毒だから。あの売り上げみんなやってきちゃったんです。大変にせねえことしやがったな。それは本当か？本当なんだな。じゃあそこのうちおらへんから。おい、ちょいちょい、ちょい。さあ、一緒に行け、一緒に。早く行け。なんで、この辺だ、おめえ、しまこ。打ってきただろ。打ってきたんだよ。なんで、ここ、裏だと思った。こんばんは。はいはい。何ですか？この辺に、浪人のおかみさんで子供を抱えて、内職している人はありますか？はい、このうちですよ。あなたは、昼間来た、トーナスを売りに来たもんですが。ああ、八百屋さん、トーナス屋さん。さあ、こっちお入りなさい、お入りなさい。ああ、まあ、トーナス屋さんでしたか。おい、熊さん、みんな、何が来たよ。昼間の八百屋さんが、まあ、お前さんの噂で持ちきり、本当にお前さんは、お年がないけども、偉いってね。私は隣にいるね、ノリ屋のババアなんだよ。まあ、このおかみさんは、人品もいいし、元はそうと、今は、こういうわけで、子供にご飯も食べさせられないし、そういうことは私も知ってるけどもね、私は人に食べさせる、私が食べられなくなっちゃう。だから、聞いて聞かないふりしてたんだ。お前さんが今日、トーナスを、売って、お弁当を食べてると、子供が、おままおままっていうのをお前さんがそのお弁当を子供にやったから、ああ、年が若いけど偉いもんだなと私は思ったよ。するとね、こういうわけだって話をしていたのをお前さん聞いて、子供を抱えてお金がなしちゃしょうがないからってんで、とうとうお前さんが、売り上げを置いて逃げるようにしておいでなすったね。このおかみさんは元が持ってたら硬いから、八百屋さんにそういうものもらうわけにはいかないと、その財布を持って表まで出て行くって、この大家のやつがね、はっと出っ壊した。この大家のやつ、本当にね、白状ってね、白状の国から白状広めに来たよね。そりゃお前さんね、子供を抱えて、内職しているんだもん。
そりゃ家賃ぐらい貯まりますよ。ね。それを、おかみさんどうしたんだ、その財布はって。今、唐梨屋さんが私のとこ置いてってされたから、返すんだって。向こうがくれたもの、返すことはない。それは家賃の方に、こっち出せなってんで、無理に、もみるというように持って、うち入っちゃった。ああ、まあ、どうも。おかみさんは、八百屋さんに住まないって泣き出しちゃう。まあ、大変な騒ぎ。あ、そしてね、私たちも何でも何とかして、なだめてと思って、いろいろなだめたんですけどもね。なんて言ったって、毎朝もう、唐梨屋さんに住まない、住まない。まあ、しょうがありませんからね。まあ、ようやっと、いろんなことを言って、それから私は家に帰って、ご飯を食べようと思って言って、子供が、うわーっと泣き出した。母ちゃん、母ちゃんって、なんか、どうしたんだろうと思って、私は言ってみたんだ。言ってみると、お前さんね、まあ、どうもね、おかみさん、唐梨屋さんに住まないって、お前さんね、針に紐をかけてね、もう、私は今夜出なくなって、ちょいと、くだらん、あと喋ってくれ。針に、ぶれちゃったんだよ、おかみさんさ。どうだい、これ、こうやってやったらとんでもねえやろだい。まあ、どうも、歌えないような騒ぎになっちゃっているところなんですよ。こんばんは。私は、本庄のだるま横丁におりまして、家主で36軒長屋持っておりますもんですが、田中も随分面倒見てますけど、今伺ってみると、この家主ってのはひどい人ですね。なんて言ったって、子供を抱えてそんなになってる、人の置いてったその金をひったくってちゃうなんてね。本当ですよ。義務、本当に人情もないってのは、この家主ですね。そうなんですよ。とんでもない家主なんだ。本当に。その何ですか、家主ってのはどこです？その角の格子を持っていっちゃうの。あ、そうですか。ちょっと行ってきます。たーっと駆け出して。これ、トップどうすんだ？角の会社をガーッと上げるって、ゾーンのままで、座敷、パーッと上がってきて。家主は夫婦でもって今、晩飯を食おうと思ってやったから、パーッと入ってきた。なんだ、そのうちに、ゾーリアイドマーってなって。誰だ？構わねえ。構わねえとなんだ。人のうちゾーリ入ってきた。構わねえとなんだ。なんだ？俺は、昼間来た、唐梨屋だ。唐梨屋だ？そんなもんに用はねえや。用はねえ？用はねえったってな。あの浪人のおかみさんが、子供を抱えて、食うや食わずでいるところ、俺は買いそうだと思った。こっちも感動されて、売り上げのトーナスの場所をうちに持ってからお医者に顔向けはできないんだけども、あんまり気の毒だから、その、財布をおかみさんにやって、こっちは逃げるように出てきたんだ。その財布を、てめえ、もぎ取っちゃったから、あのご神社は硬いから、私にすまないって、あのご神社はとうとうハリー、ハリーなんだ。ハリーどうしたんだ。ハリー、ハリー、首食って死んじまったんだ。こんちょうめって、はいとわき、夜間があるやつ。ご飯、夜間に手を、てめえのかけろだ。やがいに持ってって、やがもパーンとぶつけたから止まらないよな。パーンと煮立ってる湯で、ここにさーっと来たから、ここが切れて血が出た。殴りゃ頭、腐るべな！田中が表でもってみんな取ってみて、どうだよ！やったね！やった！やったよ！いい黒虫じゃねえんちしょ！よくやったな！やがんてやったね、パーンと。やかぽかってやつだよ。あいつはいるや、いるね。どうだい、いい男じゃねえか。いい男だな。お寺に行ってら。お寺よせよのうちの、ほんとだよ、ほんとに。親のやつは、ほんとに。どうだい、どれのおばあさん。ほんとだな。あんないい男ってね、私は見たことないよ。まあ、異性がいいしね。それで人情があってさ、いいじゃないか。あの格好ってのはないね。今やって、その中も二度目にこう振り上げたところの格好ってのはないよ。私は好きだ、あの人。私は好き。好きだってそうにじゃねえ。もうね、もう50年若かったんや、私は。あの人言っちゃった方が何を言ってやんだよ。わーっと大勢騒いている中に、
キュッと一人出てきて、どうしたんです？あ、ここに薬がありますから、ふっと塗ったやつが。あの野郎、薬をつけてやん、おやんと。来ちゃって、そこだ、あいつ。入ってました、あいつ。おやん、薬が塗ってやってやって、しょうがねえやろ、だんとに。こっち行って、こっち来い、こっち。なんだい、なんだじゃねえぞ。しょうがねえ、なんだったんな野郎な。頭に薬なんて、なせやんで。薬じゃねえよ。なんだい、七色とんがらい。あの野郎とんがらい。ひどいことしやんな、どうも。まあ、とにかくおかみさんが大変で、これから医者を呼んで、いろいろ解放をするって、寿命があったものですが、元に復し、その若旦那のおじさんが、浪人のかみさんと子供を自分の長屋に引き取って世話をすることになりました。家主があまりやることがひどいというので、この若旦那のおじさんが大それながらと願って出ました。しらすが当たっていろいろ調べてみると、この家主はどうも良くないことばかり。こういうものはこの土地は若旦那はこのおかみさんを助けたという、人を助けたということで、奉行から青指五冠門の褒美が出ました。それが親御さんの耳に聞こえまして、若旦那が感動が揺れたという、情けは人のためならず、トーナス屋聖談という一節。新庄師匠でトーナス屋聖談でした。いや、なんかたっぷり聞かせてもらった感じがしますね。金馬師匠の時は親子を助けるところがカットされちゃってたんですよね。でも子供がね、おまんま食べたいっていう姿を見て、うっと胸が詰まる、あそこからこの話ってスタートするような気がしますね。多分金馬師匠も時間が足りなくって迷った挙句に、変にまとめるよりかはバッサリと切った方がいいって判断したんじゃないかな。だって変に小さくまとめちゃったら、後半の親子を助ける段も小さくなっちゃうわけじゃない。ジレンマですよね。親子の段を小さくまとめちゃうくらいだったら、いっそバッサリ切っちゃうかと、団長の思いでしょうね。でも勝手な想像なんですけどね。明日は五代目三遊亭円楽師匠で死神です。お楽しみに。